ベタープレイスはかつて存在したカリフォルニア州パロアルトが拠点のベンチャー支援企業である。電気自動車を支える市場型の交通インフラストラクチャー創設を通じて石油への世界的依存を減らすことを目的としていた。この企業の創設者であり CEO であるシャイ・アカシによると彼のビジョンは2005年開催のスイスラボスの世界経済フォーラムで クラウス・シュワブにより尋ねられた質問から着想を得た。あなたは、どのようにして2020年までに世界をより、良い場所にしますかという質問であった。ベタープレイスはイスラエルで、最初の EV ネットワークを建設中であり、協力相手の中からデンマークとハワイ州をそれらの、小規模サイズの土地により他の二つの試験市場として、選んだ。必要な電気は、太陽電池アレイと、 カザグルマ群の再生可能エネルギーにより発生させることができるが実際は大部分を化石燃料を基本にする送信網の電力を使用するであろうということである。デンマークとイスラエルは無効会社と伝統的な自動車の間で区別した税を創設する政策を制定し電動輸送機器への移行の加速を図った。ベタープレイスは 最初の配備を2010年に開始し商業販売を2012年に開始することを基本として国ごとにインフラストラクチャーを配備する計画をしている。この会社は世界中でさらに25以上の地域で話があると言っている。オーストラリア、オンタリオ州、オレゴン州、カリフォルニア州はまたベタープレイス EV ネットワークの配備を公表した。この会社は 最初の実用的なイスラエルの充電ステーションを2008年12月の第1週にパイグリレット地区のチネマ、ベタープレイスの最初の研究開発施設はイスラエルのテルアビブに位置する。2013年5月26日、会社の解散と生産を表明、裁判所に破産管罪人の指名を申請した。この会社は2007年10月29日に、 シャイアガシによりプロジェクトベタープレイスとして公に開始された。2009年4月時点で、それはすでに4億ドルを調達し、いくつかの国と州は税制優遇措置を提供している。2008年1月にベタープレイスは世界初の充電網オペレーターモデルをイスラエルに建設するためのルノー、日産との了解覚書きを発表した。その契約のもと、 ベタープレイスは充電網を建設し、ルノー、日産は電動輸送機器を供給する。2009年にベタープレイスは数百の充電ステーションを配備する予定があり、この会社は2011年に広範囲の配備へと進展する。ルノーは2011年の配備に合わせて交換可能な電池を備えた自動車を開発するために3年で6億ドルを投じた。ルノーは メガアヌセダンのような現行自動車の電動式モデルを、それでありながら、同様のガソリンモデルに対して競争力のある価格で提供することになっている。1890年代後半から1920年代まで、蒸気自動車、内燃機関自動車、電気自動車が主な競合するテクノロジーとして、出現したとき、交換可能な電池サービスの構想は、電動式の自動車とトラックの限られた、 運行範囲を克服するために早くも1896年に初めて提案された。この構想はゲイベイコ電池サービスを通じてハートフォードエレクトリックライトカンパニーにより初めて実施され、最初は電動式トラック向けに利用可能であった。この車両の所有者はゼネラルエレクトリックカンパニーからその車両を電池なしで購入し、その電力は交換可能な電池を使用した。 ハートフォードエレクトリック社から購入された。所有者は、マイルごとの変動料金と毎月のサービス料金を、トラックの整備と保管を賄うために支払った。迅速な電池交換を簡単にできるように車両と電池の両方が改造された。このサービスは1910年から1924年の間に供給され、その期間に600万マイル以上が対象として扱われた。 1917年の初め、同様の成功を収めたサービスがシカゴで運営され、それはミルバーン・ライト・エレクトリックの自動車を同様に電池なしで購入できた所有者向けであった。ベタープレイスは顧客が走行距離を購入する契約を結ぶビジネスモデルの実施を先取りし、それは通話時間記録の顧客契約である携帯電話産業によく似ている。 携帯電話機の購入が分単位の携帯電話サービス契約により補助金を受けるように電気自動車の初期費用もまた進行する距離分に応じた契約により補助金が受けられる。ベタープレイスは当初の予定として2010年の料金を 0.08US ドルマイル、その後2015年までに 0.04US ドルマイメートルいる。 2020年までに 0.02US ドルマイルにするつもりである。ガソリン自動車が燃料と別個に販売されるのと同じように、その電気自動車はベタープレイス電池パックという燃料と別個に製造販売される。顧客は電池パックを購入することができない。その代わりにそれをベタープレイスから借り受けなければならない。距離に応じた料金は電池パックの借り入れ。 充電と交換のインフラストラクチャー、持続可能電力の購入、利益分、投資化資本コストを包括する。ベタープレイスは、ネットワークの競合を容易にする充電ネットワークを、交えて充電するための国際規格の使用と開かれた、利用の委託を政府に要求している。最重1772のような標準化の努力は、しかしながら、2009年8月年現在まだ、 世界的な創意が与えられていない。ベタープレイスは、サイジェ1772から2009と同じ、ピン設計のコネクターを使用した、チャージスポットの充電ステーションを披露しているが、非標準の三角プラグに入れられる。彼らはまたメンクス、ベド ARE2623 年2月2日 EC62196 コンセントを使用した壁取り付け型の、 充電ステーションを披露している。ベタープレイスのネットワークの外部での電池パック交換はすることができず、またパック標準化の努力はまだ開始されていない。ベタープレイスはイスラエルで最初に配備されたネットワークを発売して利益になる十分な量の契約を先行販売した。イスラエルのテルアビブ北部ラマトハシャロンパイグリレット地区にある ベタープレイス顧客センターにて充電中のルノーラグナ EV を改造した試作車日産へログへハワイ州にてルノーフルエンス ZE はベタープレイスネットワークで利用できる最初のウェブであり2011年から販売予定。最初の試作車は燃料タンクの代わりに電池を来年期間の代わりに電動モーターを装備したルノーラグナである。その電池は リン酸鉄リチウム4装置である。一つの電池だけで自動車が走る距離はおよそ 160km から 190km である。サービスステーションで電池を交換することにより充電スポット同士のより長い距離は電池交換インフラストラクチャーの地理的分布によってのみ制約を受ける。二番目のデモ車は電気自動車の日産エログエであり、 セダンと SUV の中間の大きさであるルノー、日産ローグを基礎にしている。ルノーフルエンス ZE は2009年9月15日のフランクフルトモーターショーにて交換可能な電池を使用してベタープレイスネットワークで利用できる最初の電気自動車として発表された。それは連邦都市有のどの税金払い戻しも適用される前に2万 US ドル以内の価格で ベタープレイスとの契約と共に販売される予定である。2010年4月に、ルノーは、フルエンス ZE の販売が、イスラエル、デンマーク、その他のヨーロッパで2011年に予定されていると発表した。これらの電気自動車の床取付式の電池パックは、数分のみで交換されるように設計され、ベタープレイスとテスラモーターズにより、 提案されているような電池交換サービスを可能にしているベタープレイスの見込みでは電池パックは寿命の中でマイルあたり u s 4セントから5セントの費用充電あたり1 6 0トルの距離を自動車に供給2000回の充電サイクルを果たし8年間持続するということであるベタープレイスは運転者が 自分の自動車の使い果たした電池パックと完全に充電したものを1分足らずで交換できる電池交換ステーションを実演した。十分な数の電池交換ステーションがあれば、運転者は長距離旅行の時に走行範囲の制約を受けない電気自動車を所有することになる。各交換ステーションは50万ドルの費用がかかる予定であるが、ベタープレイス c 用者社やがしは、 典型的なガスステーションの反例の費用といった。2009年5月12日にベタープレイスは日本の環境省に招待された横浜で電池交換ステーションを一般初公開した。実演された電池交換ステーションはガスステーションの自動戦車によく似たものが用意された。車両は傾斜を上がり交換台にまっすぐ揃えられた。電池器具はそれから 車両の底部の型に噛み合って上がった。その器具は電池と接触し、取り外し、下げて、その取り外した電池パックを自動車から離れた場所に移動した。充電された電池パックはそれから差し込まれた。取り外された電池の方は充電格納庫に返された。電池交換は2分以内で完了して車両は発車した。電池交換はガソリンのタンクを満タンにするより短い時間で、 住むように設計されている。電気自動車の需要を維持するために、ベタープレイスは、市場の他の自動車と競争力のある車両を維持するための取り組みを開始した。電気自動車の所有をもっと実用的にするインフラストラクチャーの建設により、彼らは需要の増加を期待した。これは、多くの自動車メーカーが言っている、中心的関心事であり、またその関心は、 電気自動車の大量生産に拍車をかける役に立つと言っている。2009年5月14日に日本の横浜で披露された最初の試作電池交換ステーションはベタープレイス研究開発グループのチーフエンジニアを務めるヨアブヘイカルにより設計された。この会社はガスステーションの通常業務と一緒に運営することに なる電池交換ポイントを設置するというドルアロンエナジー社との合意に署名している。試験がその後数週間以内に開始されることになっている。ドルアロンの CEO イスラエルヤニブは次のように言った。ドルアロンは将来の電気自動車オーナーがガスステーションでの電力補給サービスを受けられるようになる最初のエネルギー企業です。私たちはこのベタープレイスとの合意を 企業の活動にとって真の価値と革新を創造する戦略的協力関係であると考えています。2010年4月に交換可能電池の電気タクシーの90日間実演プロジェクトが日本交通との共同企画として東京で開催され、日産のガソリン動力クロスオーバーた目的車を3台使用。 いずれも A123 システムズにより供給された交換可能電池を装備して電気タクシーに改造されたものであった。都内に配備された電池交換ステーションは2009年に実演された横浜の交換システムよりさらに進歩したものである。この東京での電池交換システムの3ヶ月の実地テストは59.1秒の平均交換時間であった。それにより、 交換過程は自動車タンクをガソリンで満たすよりもクリーンで早く運転者はその全体の時間を車内で過ごすということが示された。この会社は様々な資金源から資金調達をし、そこに含まれるのはバンテージポイントベンチャーパートナーズ、イスラエルコーポレーション、イスラエルクリーンテックベンチャーズ、モルガンスタンデー、エイコンズトゥオークス2、イーザービーインベストメンツカナダ。 GC インベストメンツ LLC ムセアベンチャーズオフェルグループバイグラパートナーズウルフェンソン &CO マニブエナベタープレイスはギールエナジーと金融アドバイザーのマッコーリーキャピタルグループとの合意を発表した10億ドルの調達と再生可能エネルギーを動力にする電動輸送機器ネットワークの配備を開始するという合意であったベタープレイスによると 持続可能な機動性のための彼らのモデルは、オーストラリアが石油からの独立へ動くために役立つ。世界で7番目に高い一人当たりの自動車、所有率とともに、この国は、前年の100万台以上の新たな自動車を加えも、少しで1500万台の自動車が道路を走る。2010年1月に、イスラエルコーポレーションがこの会社に1億ドルの投資を完了したとき、 投資家のコンソーシアムはさらに3億5000万 US ドルをベタープレイスに投資する契約に署名し、ベタープレイスは近い時期に電気自動車の大量採用を可能にする技術的かつ商業的な解決策を有している。という彼らの自信を引用した。そのコンソーシアムは1億2500万ドルを投資した HSBC に主導され、モルガンスタンレイインベストメントマネジメントトラザード、 アセットマネジメントが含まれる。この契約は HSBC によるその種類で最大の金融投資の一つに相当し、ベタープレイストリスマリ役会の椅子と、この会社の株式のおよそ10%を獲得することになる。しかしながら、充電インフラストラクチャーを供給するにあたり一元的モデルの有効性に関して疑念が浮上し、このモデルが広く採用されないであろうと、 幾分の余期がなされている。2008年5月にこの会社はテルアビーブの記者会見で電気自動車の試作を公開した。シャイ・アガシはこの会社のパートナーであるルノー・日産アライアンスが交換可能な電池の電気自動車の開発に5億ドルから10億ドルの投資をする期待を持てそうだという見込みを立てた。他の製造会社との さらなるパートナーシップは発表されていない。テスラの車両工学の VP 兼チーフエンジニアを務めるピーター・ローリンソンは異なる電池は異なる自動車に適合する。電池を単独のものとして見るのはあまりに単純化をしすぎていると言っている。ベタープレイスはまたサンフランシスコ市とハワイ州で充電網を開発する計画を発表した。ベタープレイスは プラグインステーション建設を約束したオーストラリアの金融グループマッコーリーとそれらのステーションを再生可能電力で稼働することを約束したオーストラリアの公共事業ギールエナジーと共に仕事をすることになっている。2008年3月にドイツ銀行のアナリストは熱情的なレポートを発行しそこで述べるところによるとこの会社の手法は大規模な混乱を 自動車産業に引き起こし、また、ガソリンエンジンを完全に排除する、潜在性を有する、パラダイムシフトになりうる、ということである。3ヶ月後、同機関は別のレポートを発行し、電気自動車は広く認められるさらにはるかなる、発展の定めにあるということを見出している。同レポートは、電池テクノロジーの改善は、電力の増加、電気推進の増加、 より大きな燃料節約の獲得が見込まれると述べている。2008年6月26日にシャイ・アガ氏はマサチューセッツ州のエド・マーキー下院議員が議長を務めるアメリカ合衆国下院エネルギー自立地球温暖化問題特別調査委員会の前で明かした。そのヒアリングは4ドルガソリンフューエルエコノミーオートインダストリーアットエイクロスローズと題され、 そこで扱われたのはエネルギーインデペンデンスセキュリティアクトオブ2007の制定に対する反応の中で提案されたガソリン価格と燃料節約基準の論争を担う際自動車産業と連邦政府が果たす将来的な役割に関してである2009年にメディアレポートはベタープレイスのビジネスモデルと費用に関する器具を示唆しそこで引き合いに出されたのはステーションごとに 最大50万ドルということであり、5万ドルから6万ドルの費用が見込まれる高速充電ステーションと対比させた。オーストラリアでのネットワーク展開は、全豪で展開される前に、東海岸の主要都市で開始する。500カ所の充電ステーションが、現在創業している、既存のガソリンステーション1万3000カ所に相当する範囲を提供すると見込まれる。 この展開の総費用は10億ドルから12.5ドル億オーストラリアドルになるという。現在オーストラリアは200億ドルから300億ドルオーストラリアドルを燃料に消費している。オーストラリアのネットワーク展開は、デンマークのネットワーク展開後6ヶ月から1年での展開が見込まれている。電気の交通への切り替えは、現在の送電網負担を7%増加させると、 見積もられている。ベタープレイスは中国最大の自主ブランド自動車メーカー気づい記者との了解をぼえがきに署名した。それは地方政府が支援する試験プロジェクトで使用される電気自動車の施策を開発するというものであった。ベタープレイスはデンマークの主要なエネルギー企業エルステッドと協力関係にあり、電気自動車とインフラストラクチャーをデンマークに 導入するため1億300万ユーロユーロの投資をしている。この国は現在風力エネルギーから20%を発電しているが現在の公共事業には余剰電力を備蓄する方法がないためその多くは輸出している。ベタープレイスモデルと共にエルステッドは既存送電網と電気自動車電池への影響力を期待している。それらは多量の風力発電を利用し 備蓄をするため、また、交通量を適切に流通させるためのものである。エドモンズ d s c o m は、電池交換インフラストラクチャー開発者、クーロンテクノロジーズとベタープレイスを年1回行われる、グリーンカーブレイクスルーアワードの最初の受賞者として選んだ。EN、エレクトリックビークルネットワークも参照ベタープレイスに、加えて、多くの会社が充電ステーションネットワークを開設している。 フランスでは、フランス電力公社とトヨタ自動車が、道路、車道、駐車場にフェブのための充電ポイントを設置している。EDF はまたエレクトロモティーブ社と協力関係にあり、それは2007年10月から6ヶ月かけて、イギリスのロンドンその他の場所に250箇所の新たな充電ポイントを設置するためのものである。クーロンテクノロジーズは、アメリカ合衆国の至るところに、 チャーゲポイント充電ステーションネットワークを配備している。2009年3月にテスラモーターズはモデル S プラットフォーム社のサービスのために電池交換ステーションを配備する協力関係を発表した。EV チャージャーニュースにより運営される EV チャージャーマップスプロジェクトは全国の充電ステーションの一覧を運営し電気自動車オーナー向けの実用的な情報を提供する ボランティア活動である。タクシー乗り場のような特定の用途のために充電ポイントもまたインストールすることができる。英語サイト、ありがとうございます。